ああ動画始まった瞬間に悪味を出してしまったというのもね、えー、実は今今だか今日この今現在というか昨日の今日なんですよねペンキペンキ塗りの昨日の今日で、えー、非常にくたくたでございます あのねやってみて気づいたんだけどやっぱね大変ですよこれはうんあのー、まあね作業自体はまあ塗るっていうだけだから、あのー、塗るってだけだとからちょっとなめてたんですよね正直僕も、うんうん、まあこんなん別に DIY でいけんやろうとまあいけないことはなかった正直いけないことはなかったんだけどやっぱりねすごい大変慣れないし慣れてないとあれだし あのー、特にね、あの柱はいいんですよ、平面だから。ライブ配信でお見せした柱がうまく塗れるんですよ。ドアがすごいむずい、ドアなんかね、2, 2回、3回ぐらい塗ったから、じゃないとね、どうしてもムラになっちゃってあの、なかなか上手にね、いかないんですよね。ということで、やっぱりね、あのー、いい経験になりました。やってみるってことは大切ですね。うん、やっぱり。 と,いうことでもうあの昨日もだいぶ夜遅くまでね作業しておりましてくたくたでああもう5時間ぐらい寝てっていうところなんですけどもねこれでこれでカツを入れたエナジードリンクってさ話変わるけどエナジードリンクってさ俺俺さ正直さ効果を実感できないわけですよ 身体的的ななフィジカル的などうすかエナジードリンクなんかエナジードリンク飲んで元気出たっていうのがこう体感的に感じる感じることできます僕は正直感じることできないんですけどじゃあ何で飲むかっていうとねこれはねもうプラシーボ効果ですよねあの飲んだことで、えー、やっぱ気休めというかねなんか元気になった気がすると体感的にどうとか体感的におちょっとこう パワーが出てきたエネルギーが出てきたとかなんかちょっと眠気が覚めたとかなんかそういうことではなくてどちらかというともうあ,のあれですよね気のせい自分を騙しにかかる一つのきっかけとして装置としてこれを使うっていうあの僕はどっちかってそうなんですけどどうですかあのエナジードリンクの効果実感したことありますしかも今回はこんなでかいのでね大量摂取してしまっても大丈夫かなと。 まあ大丈夫でしょうと。473ミリ、500ミリぐらい飲んでしまった。まあ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 、それはさておきですね。今日まあ、だらだら話そうと思うのは、<laughs> ハウデイの課題って何ぞやと。っていうことなんですけど、 これね、なぜこのテーマについて僕が考えるきっかけになったかというと、あのー、僕ねインターン募集してその、まあ、もう締め切ったんですけど実はの話、あのー、インターンで募集してきた子と話してる間にというかハウデーの課題って何かあったりしますかみたいなの聞かれたんですよねその時にハッとしてハウデーの課題かと。 その時ちちょっっっっとと考考ええるるふ立止まてきっかけになったんですよねハウデーの課題なんだろうと今店としての課題ですよお店としての課題ってなるとあのね僕はもう正直この内装とかなんか例えば、あのー、重機がとかなんかそういうハードの面あとはもうそもそも立地がとか、うん、なんかそういうことしか思い浮かばなかったんですよ。 でこれなんでかというとまたさらにちょっと考えるとあのねもうもはや僕の場合もうお店っていうものとお店まあもしくは、まあ、もうちょっと言うと仕事か仕事っていうものとさあのー、自分っていうものの境界がもう限りなく曖昧になってきてるんですよ僕の場合特に。 だからなんていうかな僕自身の課題をに取り込むことは結果それがハウデーの課題でもあってで僕がその課題を乗り越えるとハウデーっていう店自体のも前に進むというかそこがリンクしてるなというふうに思ってだからハウデーっていう店の課題云々 課題を解決しよよううっていうよりももうこ,この次元になってくるとですね僕は自分自身と向き合うしかなくなってくるっていうことだから自分が前に進むと店も前に進むっていうことですよねだなとなんかねふと立ち止まって考えるとあなんかそういうことになってきてる気がしてるんですよ不思議なことにだからなんていうかな そのお店の内装もそうだしもっと言うと立地僕もね立地に関して言うともうね今駅前のね結構駅前なんですよ駅から歩いて5分ぐらいのとこにあるあのー、お店なんですよねハウデって一番、まあ、系列の中でも一番駅の駅に近いところにあってっていう場所なんだけど正直ね俺も駅地下じゃなくていいと思ってんだよね。 別に駅近でじゃあある程度高い家賃払ってあのー、やるんだったら別にもうちょっと駅から離れても徒歩10分もっと15分ぐらいでもいいかもしれないよ僕的にはあそうすると俺が駅から歩いてくるのめんどくさい <laughs> <laughs> けどでも,もほんとそれくらい極端な話ねもう徒歩15分とか駅からそれくらい離れてても別に何の問題もないと思ってるんですよでなんならそれくらい離れててあのー、ねえー、とある程度広さがあってしかも家賃が安いってなったら僕はそっちの方がいいなと思ってるんですよねでこれなぜかというとこれも僕にリンクしてるわけですよ僕の今の売り方とかだあのー、まあお店のビジネスモデルだ,だったら別に立地とかも関係ないんですよもはやね もはや立地とか関係なくなってきてるから、えー、ってなるとやっぱそういうそのなんかなんていうかなハウデンのその課題っていうのも僕の、えー、やり方とかそういうことにすごい直結してきてるんですよね従来のって違うよね普通ね普通そうじゃないと思うんですよね普通の考え方で言ったらお店なんか駅近にあった方がいいしとか,なんかそういうふうになるんだけどやっぱねうん そういう領域になってきてるなっていうのを感じたというただそれだけの話なんですけども <laughs> 別に落ちもクソもないんだけどでももうなんかそうだよねと、うん、だからもうなんか僕の場合じゃあ例えばこのペンキ塗りも仕事と思ってやってないですよね仕事と思っていく際もやってもう趣味の延長でやってるっていう感じどちらかというとね、うん だから、ま、昨日はもう夜遅くまでペンキ塗ってたけど俺は残業したとかっていう、あのー、感覚全くないしなんなら会社に残業代よこせとか一切思わない、うん、ただ俺がやりたくてやってるっていうだけそれは例えばだけど仕事終わってあー仕事終わったよし好きな時間にゲームしようって言ってゲームやってるのと僕は全く同じ感覚なんですよね、うん、だからねもうねその僕に関して言うとすごいその境界線が曖昧になってきて あのーうん、そこがすごい分けられなくなってきてしまってるような気もしてい,いいのか悪いのかさておきなんかそういうことをね、あのー、そういう,うインターンのインターン生に気づかされてああ学ぶことがあるなと。うん いいいか悪いかとか悪とではなくてただただたふと立ち止まって考えた時にあそうだなとだから逆を言い返すとここのお店ハウデーっていうお店自体は今僕がいなくなったらもう死ぬんですよね僕と表裏一体になってしまってる分切り離せないから、うん、まあそれがそれがまあもしかしたら悪いことでもあるかもしんないよね誰かに引き継げないっていう引き継ぎづらいっていうねなかなか箱としてさ はいどうぞってこう継承できないよねこのこのままだと <laughs> 間違いなく間違いなく俺が抜けたら死ぬからね <laughs> 誰,誰にも引き継げないっていう <laughs> そういう状況なのでまあ,あのよくいいのか悪いのか分かんないけども、うん、そういう状況でもあるからねまあ見たいなまあなんかそういう話ですよ今日は別にあの落ちもくそもないし ただただ雑談をしたっていう,う、今日電車乗ってる時にね、そういうふうに思ったんですよ。うん、まあでも、一つのね、えー、生き方としてそういうのありなのかな。だし、まあなんかすごい自分事として全てを行えるのはすごい楽しいですよね。うん、全部自分事じゃなかったらね、じゃなかったら店の壁濡らしてくれとかってならないからね。 まあ,まあ、まあ、何かやったらそれが自分に返ってくるっていうのはすごい楽しいことではありますけどね。